滑走路、グスタフ3世飛行場は、カリブ海のフランス領産バルテルミー島にある飛行場。短い滑走路であるだけでなく、滑走路の手前にあるビーチや道路に接触しそうな、高度で海風を受けながら通過する、侵入路が、特徴的であり、ヒストリーチャンネルにおいて、世界で最も危険な空港を第3位に選ばれている。サンバルテルミー飛行場や、セントバーツ空港、 ジャンヒ工場とも呼ばれる。首都のグスタビアと同様、島をかつて領有したスウェーデンのグスタフ3世にちなんで名付けられた。約20人乗りの小型機で、他のカリブの島々との間に民間航空機や空港のチャーター機が発着する。小高い丘が多い小さな島の中で、ようやく滑走路を設定することのできる狭い平地に立地するため、 滑走路が650メートルしかない。道路の真上を横切り、カリブ海のビーチを通って、飛行機が着陸する状況は規模こそ異なるが、シントマール店等のプリンセスジュリアナ国際空港と似ている。エアーカリビアンのグアドループ及びサンマルタン線、セントバーツコミューター及びウィンドワードアイランズ航空のシントマール店線、トレードウィンズ航空のサンフアン線などがある。 ありがとうございます。